どうも、ボーロボと申します。今回は旧郵政小西文章問題、小西議員猿発言問題、小西議員編集権介入問題関連の小西議員のつぶやきについての動画です。放送法は自由な言論社会を守るための法律で、二つの自由を定めています。一つは放送局の報道の自由で、これを封じる違法解釈を撤回させました。もう一つは偏向報道からの国民の自由です。不時の多角的論点のあり方の指摘は、このためのものです。したがって言論の自由を守る私の政治姿勢は、何ら変わりません。放送の大きな影響力から国民の自由を守るため、放送法は多角的な論点報道を定めています。不時の集団的自衛権の国会審議の核心論点の未報道について、偏向報道問題のため放送会、自ら設置した BPO に提起可能と示したことを、威圧や介入とするのは放送会などマスコミの自己否定にもなりかねないと心配します。いずれにいたしましても、私の言論の自由を断固守る心情は一切変わりません。この度、私が偏向報道を疑う一被害者としてやむなく社会に示した放送会の自主機関である BPO の活用は、私自身ではやりませんが、その制度の本質の理解のもとに、政治とマスコミの関係に最大限の配慮の上で行ったものです。まず放送法、旧郵政小西文章問題に関してですが、小西議員側による文章差し込み疑惑が解消されていません。もし文章差し込みで、なかったことをあったことに作り変えて、大臣に辞任要求していたとしたら、いろいろなことに違反しているのでは？次に、小西議員が切り取り報道だと言っている、小西議員猿発言問題、ですが、小西議員の要求通りに、猿だの蛮族だの言うまでの経緯を、最初に記事に盛り込んでいたら、もっと変な燃え方をしていた可能性があります。週一で話し合うことが、いかに猿であるか蛮族であるかなんて、そんな細かく説明されても、猿は差別用語になるか、を、入れたかカットしたかも同じです。猿って言い方だけで、見下していることは撤回していません。小西議員編集権介入問題、ですが、左巻きの報道は放送法で守り、小西議員にとって都合が悪い報道は、法的措置や BPO に訴える。それって公平性、保たれていますか？そうは思えませんか？と、まあ、今回は、こんな感じで。気になった人は、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローなども、お待ちしております。それでは、また。